はいどうも、リーベです。青鬼やっていきましょう。続きからですね。ちょっと開いた、また開いちゃったんですけど、えー、続きは、あれですね。人形を燃やすところからですね。いきましょう。いやー、ちょっとね、また開いちゃったんですけど、こっちじゃないし、上だしな。上で、これね、もうそろそろね、慣れないとね。はい、ここ。ここ燃やす。暖炉があるので、 え、人形を燃やす。ここで使えない。使えないのえー、ライター。あー、これね。ライターです。ライターの火でこんな燃えるようなんのか。っていうのは、まあ、置いといて使用しましょう。はい、燃えた。バーニングですね。はい。赤い石を手に入れました。赤い石、まあ、 どう考えても、ちょっと待って、セーブ。まずはセーブ。どう考えても、これは、あのー、この下のね、ここですよ。ここじゃないかなと思うんですけど、ここね。えっ、ー、と、確か赤い玉って、こっちか。 ここじゃないあ、じゃあ、ここじゃないな。ここじゃなくて、これ。確か。あ、でも、白白になってんな。ってことは、はめるとしたら、こっちの人形か。え、じゃあ、こっちの人形に、赤い玉を、赤い石か。はめた。 人形の目に赤い石をはめた以上以上ですけど <laughs> はめただけなんですけどいやーこれなどうしたらいいんだうんわからんな他に行くとこあるか まあそこ行くしかねえか。おいきた。来たけどこれ無理じゃん。無理ゲーなんですよ。これ無理ゲーなんですよ。いや、他に行くとかあるかな。まあなんかあるとは思うけど、これか。あれ、290?290? <laughs> あ、こんなん出てたっけ出てなかったよ。<laughs> 出てなかったよな、これ。290? まさか、ここえ、ここか。はあ、なるほど。いや、でもこれだったらさ。 あのー、この右の部屋のところから落としてもよかったんじゃないのって思うけどね。まあいいや。とりあえず、青い石ゲット。でもちょっとね、攻略見ちゃったんですけど、こっちじゃないです。えー、こっちだ。こっちの、セーブしよう。とりあえず、えー、進めます。あ、青い石と、はい。赤い石を、 はめるおお伸びた落ちた落ちたぞ人形の頭を手に入れたでこれで多分ここおおっと何にも動かないけど。 たけしが首つってるよ。頭ここじゃないかなあ、あ使用した。わ、なんか取れた。わ、来た。えー、290? じゃないのえわ、来た、開いたー。地下室の鍵。いや、これで繋がった。 ただ、たけしが死んでしまったという展開になってますかね。はい。セーブしよう。なんだ、そうか。それだけだったんだ。結局、あの、おい、死んだぞ。びっくりしたな <laughs> あの、結局、あの、石像をぶっ壊すのが苦労したというか、わからんかったっていうところだね。たけしが出てきた。これだ。ただ、これはいけるぞ。 はい、よーし逃げ切ったオッケーなんじゃないですかはい逃げ切りましたよーしセーブしておきましょうはいそんなわけでえー、っとこれだいぶ進みが遅いのかよくわかんないんですけどとりあえずですねあの地下室の鍵を手に入れたんでこれ,これもう一個一個セーブ 出てきそうで怖いからもセーブしておきますが、はい。とりあえず、ここの、下ですね。はい、ここ。ここに行けると。ええー、やったー。地下室、地下室ちょっと待って。ライター使いたい。ライター使いたいけども、う上がんねえから一回セーブする。じゃあ、ちょっとこれ行くか。 うん。あまりにも収録が短いんで、これ多分動画が多分5分ぐらいになっちゃうんで、ちょ、やりま、やりましょうってうかわかんねえんだよな、これ。こんな状態で青に出てきたら絶対無理じゃん。んなん <laughs> や、これ。赤、緑、白、青の扉の、なんか、 えーみたいな。まあ、扉なんだろうけど。これさ、いや、無理でしょ。こんな状態で青に出てきたらもう絶対に無理だって。いや、さすがにこのあの石のどど、石の洞窟じゃない。フラッシュ使った状態、ポケモンで言うとフラッシュ、おお、絵本フラッシュ使った状態じゃ無理だって、これ。絶対逃げれない。じゃあ、これセ,セーブしよう、セーブ。 はい、はい、はい。セーブ完了しているんですけど。いや、これ、ほんとフラッシュ状態だよ。どうしたらいいのこれ。絵本絵本なんか、なんかするのだいぶ古そうだ。えおー、なんか出てきたぞ。なんて書いてあるかわからん。うん。なんて、なんて書いてあるかわからんけど。はい。 んしおり。赤緑白青とかなんかこれさ、ここだよね。これを何使うの少し変わった色をしてる。こ、あ、これ。あーえぇ、ー、え数字ん数字打つわけじゃないの ここに使うとかえ、そんなことないよなぁ。え、でも何これ数字打つあれも出てこないし。ど、どういうことですかねうん。あ、動いた。ああ、やっとついた。あ、これ何、ね、ブレーカー的な感じだったのかなこれでやっと見れるようになった。 ってことは一回セーブしまして、こっから多分、出てくるんじゃないかな、大西さんが。見れるようになったからね。よし。はい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 。これ多分出てくるん、や、どうなんだいや、ついたのはいいんだけどさ、これ何おん鍵がかかっている うん、絶対ここでなんかすんだよね。いや、でもこれ何もできないしさ。アイテムもだって使えないもんね。や、まず、もしかしてさ、これライターでさ、ってないか、無理か。なんか使うものあるかプえマイナスドライバー、プラスドライバーあ、数字打つやつあるじゃん。 いや、この数字わかんねえな、でも。ただ、この赤、緑、白、青っていうヒントがね、ありますから。あ、これあれじゃない赤が1個、緑が2個っていうことよくわからんけど。1、2、2、2。いや、それはないでしょ。 一回やってみよう。いやー、違うよね。<laughs> ダメだ謎解きができないな。ちょっと待って、まだでも可能性はある。一個部屋が、あの部屋なんもなかったもんね。この部屋ですよ。 いや、でも何もなさそう。おいやっしゃいっ <laughs> びっくりするわ。わ、なんか出てきた。赤い鍵。赤い鍵、びっくりしたなぁ。カーテンがまさか開くとは思わんかったけどさ、これで、赤い鍵をゲットしたので、多分下の部屋に行けて、で、そっから、 数字がわかるんじゃないかない。バッテリー。バッテリーがやばいな。一回閉じとこう。まあ、切れる前に実況を終わらそう。で、ここで、鍵がかかってるんで赤い鍵を使えない。いや、赤い鍵どこで使うこれ戻れるうわ、戻れるのかー。 うわ、マジか。これ、戻れる系だと。これ、戻らないといけないかな。いや、多分、そういうことなんだろうけど。えーこれ、どうしたらいいんですか出てくるよね。やっぱり、ああ、こっち逃げちゃったよー。こっち逃げたら無理なんですよー。絶対に無理なんですよー。もう一個、右に行きたかったー。 はい。まあ、そんなわけで今回この辺で終わろうかなと思います。いやー、ちょっとね、まあ、ス、ペースとしてはだいぶ遅いんでしょうけど、もうなんとかやりきりたいんでね、まあ、投稿頻度も若干落ちるかもしれないんですけど、この辺で今回は終わりたいと思います。それではまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。